たんじゃないかなと思いますけど、いかかがですか枝野経済産業大臣。ああのまあ、午前中から申し上げていることでございますが、あ住民の皆さんにご理解をいただけるとすれば、ですねそれはあのまずは安全性については、まさに中立的、客観的、科学的に、科学的にあの確認、チェックがされるということが大前提であります。でまあ あの事実かどうかは別としても、少なくとも国民の皆さんの受け止めとして、従来は経済産業省や、あるいは経済産業省の元の機関である原子力安全保安委員まで含めてです、ね、原発は稼働させたいという、うなんていうでしょう、そういった方向でさまざまなことを組み立てていたというふうに受け取られていると思っています。その結果として,その結果として本来保安院は 原発を稼働させたいとかさせたくないではなくて安全かどうかということを中立客観的に判断しなければならないところまでが安全性をないがしろにしてチェックをしていたのではないかという疑念を持たれているという状況に客観的に私はあると思っています。で、来年の4月からは切り離してですね、経済産業省から切り離しますが、それと現時点で形式的には保安委も 経済産業省の機関として私のもとにありますで。その私がですね、原子力発電所を再稼働させたいという方向での動きをするということは、原子力安全保安院もですね、原子力安全保安院もさせたいという方向で、安全よりも再稼働を優先してチェックをするのではないかという誤解を招きかねないと、私は思っております。ですから、とにかく保安院が安全性をチェックすることについては、させたいともさせたくないとでもなく、 客観的、中立的、科学的に安全性がどう担保されているのかということについてとにかくできるだけ中立的な立場でチェックをするとそこで結論が出たらあー科学的な結論が出たらそこで安全だという結論が出たらそれについて、えー、安全だという結論が出ているので、えー、それをご理解いただきたいということについては経済産業省としてあるいは資源エネルギー庁として、えー、周辺住民の皆さんにご理解をいただくための努力は先頭に立ってやっていかなければならない。 こういうことでございまして、そのことを、所、ま、信、あの,のところではあ、今のようなところまで全部お話を申し上げることできませんでしたので、あの非常に省略した結果、もしあの誤解を与えることがあったとすれば、あの今のような趣旨で考えているということでございます。尾君うん今のいい私は納得できないというかあの、えー、政治家…あの 江戸のおさんとしてはいいのかもしれないけども、経産大臣として、えー、今のご答弁を聞いていると、えー、まずあの自分とのこの保安員、自分の部下である保安ン、組織である保安ンが、あのーまあ、議員を持たれているような、まあ、確かにいろんな報道もあったし、えー、それと、あのー、そういうごひ世の中の批判もあるのは承知しておりますけれども。 でも大臣である以上、そこの組織をもしそういう疑義を持たれているんだったらその疑義を持たれないようにちゃんと指導した上でえで、ー、科学的な、その、えー、科学的、なんだっけな、科学的、客観的か、えー、そういうあの安全性をああの判断できたらということでしたら、それをあの、どういう手順でいつまでにやるかというのを、あの、えー、それはどこの原発を再稼働を、いつまでさせるという意味じゃなくてですね。あの、 えー、原発の安全性の確認までの工程をですねはっきり示して、それでその、そ,こでその時点で、えー、判断しますよと、そ,のそれで、その判断、安全性を担保できたら、確認できたら、その上で原発を持っている、立地しているあの、えー、県知事や、そこの市町村長や、そして住民に対して、誠心誠意を持って、 稼働をお願いしていくっていうなら私はわかりますけれどもなんかご答弁聞いていうとなんかあのなんか、えーまあ、中立のというかまあなんか、えー、第三者機関のお長のような私はあのそういう発言に、えーえー、感じましたけれどもあのとにかくその、えー、科学的な要するに安全をおちゃんとその確認す,するというならば それをどういう形でいつまでにやるつもりでいるんですか、それを、それがはっきりしなければ、要するに来年の夏までに、あの原発はあの動かせないのか、もう止まったままで、そのままいてしまうのか、えー、まずはそこがあの、安全確認をするための手順と、その時期を決めなければ、私は何も前に進まないと思います。それで、えー、この間の,その国家戦略室が出した、あの要は、 当面のエネルギーの,あの、えー、需要の需、えー、給の、えー、安定政策などを見てもです、ね、原発の項目入っていないんですよだからその原発をその再稼働させるう再稼働,させるか再稼働、えー、するための,その安全確認の工程というのはやっぱり示さなければいけないと思うんですけどもその それについて示すお考え、ありますか枝野経済産業大臣。あのこれについては、あの改めてあのよりわかりやすく、特にあの、えー、事業者からあストレステストの結果等についての本案員への報告が出された以降の 手順段取りについて整理をしてお示しをしなければいけないかなと、あの今ご指摘をいただいて改めて認識をしておりますので、そこはしっかりとお示しをしたいと思っております。まずは大前提は各事業者がですね、電力会社が、あの、しっかりと、自らチェックを行って、そして、あの、特にストレステストについて、 えー、自らテストを行ったものを提出していただきませんと、保安院の手続きに入りません、そしてこれについてはま率、あ、直に申し上げると、この間、ですね、もっと早くできるのかなと思っていた部分がありましたが、あのー、その前段階で提出をされていた、電力会社から提出をされていたあ安全に関する書類の中に、ですね、えー、いくつもの間違いが見つかって、 その間違いの原因までちゃんと遡って訂正していただくというようなプロセスがありましたので、えー、当初想定したよりも時間かかっております今後もあのしっかりとしたですねあのまず事業者の内部におけるう手順手続きをしっかりと踏んでいつ うこれで、えー、再開お願いしますという話が各事業者から来るのか、これはあの逆にこちらでは決められませんので、あのその上でそこから先のプロセスについては、最初に申しましたとおり、ちょっともうちょっとわかりやすく整理をして、ですねあの多くの皆さんにご理解できるような工夫をちょっとしなければいけないとご指摘いただいて感じました、ありがとうございます。牧野君その件は、えー、ここで終わりますかあのというか、まああの 経産省の大臣でいらっしゃいますので、えー、まあ産業をどうするかというのが最終的な、私は経産省の役目だと思っておりますので、その産業振興を図るそれ、そしてその国内の経済成長を図っていくというのが経産省の私の役目だと思っておりますので、その大臣としてこれからあのいろんな課題に取り組んでいっていただきたいというふうに思います。で次にですね、もう時間ががああまりありまりりせんがあの これも初心の中で、えー、述べられておりますけれども、まあ、資源、エネルギーの安定供給確保に万全を期すというふうに、えー、大臣に述べられましたけれども、まあ、その資源、エネルギーの部分でいきますと、えー、2008年に、えー、日中で共同開発が合意された、まあ、東シナ海のガス田の、えー、白樺のお問題ですか、えー、大臣が先ほど関口委員がおっしゃいましたように変わるたんびに私、質問していますけれども えー、現実問題としてです、ねえー、中,国があ中国側が私屈を行っているという、まあ、疑いが、えー、ずっと指摘されておりますが、えー、その後あの、日本政府は、えー、どういう対応をしているんでしょうか枝野経済産業大臣。 まあ、あの、これについては、あの、経産大臣はこの間変わっておりますが、あの、私はあの違う立場でこの問題について、まあ、危機管理の担当でもありましたので、あの、十分敬意承知をしているつもりでございます。あの、まあ、ご指摘のとおりですね、中国側による、採掘の可能性はあるというふうに見られております、見ておりますが、現在これを断定できる状況にはないということでございます。あの、状況を注視し、 必要に応じて外交ルートを通じて事実関係の確認申し入れを行っていきたいと思っておりますしまたあの、実際に掘られているのではないかということについてです、ね、あのより何らかの形でチェック確認ができないかという努力もさらにしてまいりたいというふうに思っております牧野隆夫君、えー、ちょうど1年前にあの大和大臣のときにあのこの質問をして まああの今のところやってることは何かって聞いたらあの航空自衛隊頼んであ航空機からあの写真撮影をあのずっと続けていると、えー、どうも聞いたらもうその写真がもう山のようにたまってるらしいですけども,もうそれだけじゃ私は拉致が開かないと思うんですがそれで他に本当に調査の方法がないのかそれとかその、まあ、あの中国側にですね あのそれこそ立ち入りを申し入れするとかね、もう何らかやらないともう、う既成事実としてどん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 ん進んでいるだけで、まあ、簡単に言えば日本政府はあの手をこまわねいてあの見ているだけというのは、まあ簡単に言えば今の状況だと思いますけども、もこれを改善するというか、とにかくどこかに打開策を見つけないと、これあの、本当にこのままだと既成事実になっちゃうと思いますけども。 なんか具体的にその打開策は考えていらっしゃいますか枝野経済産業大臣。あの掘ってる疑いがある、断定できないという状況というのが長く続くということはあの、我が国の国益にとってはもとよりでありますが、まあ、二国間関係にとっても決して、えー、いいことではないというふうに思っております。そうした意味ではではすね あのよりあの確実なあの事実関係を判断するための調査ができないかとか、あるいは外交交渉においてさまざまなあことができないかというあのご指摘はあの私もあの同感でございます、あのただあの実際にじゃあ我々がどういう調査能力を持っているのかと。 いうことについては相手のあることでございますしまたあの、外交的なやり取りについてはこれも相手のあることでございますのであの今の段階で詳細を申し上げることはできませんがあの問題意識は共有させていただいているとそうしたことの中であのできる努力は進めているということの答弁にとどめさせていただければと思っております。君、はいまあ、そういうい答弁 になならざるを得いのかももしれれませんけども、まあ、あの自民党政権の最後の頃です、ねまあ、あの亡くなられた中川先生がもうその日本としても,も自分たちでプラントを作ってもうあの対抗手段を取るというところで残念ながら政権が変わってしまいましたのでそのままになってしまいましたけれどもある意味そこの、そこまでの強い姿勢を示さない限り その多分私は打開なんかできないと思います。あの、ぜひ、あの強い態度で。望んでいただきたいというふうに申し入れまして、私の質問を終わります。よろしいですか。はい、せ、せ、せん、先生、よろしいですか。はい 末松信介君、えー、自民党の末松信介です、えー、お疲れのことと存じますけれどもしばらくの間お付き合いいただきたいと思います3時10分に山岡大臣がお越しになりますんで、えー、磯崎委員が後ほど厳しい質問をされるんでそれまでに終えるようにということであります、えー、それではあの質問に入りたいと思いととと、思ます。あの10月の17日と18日と、えー、東北3県を回って 実はあの被災地に参りましたのは5回,でござ5回目でございます。で2日目は、まあ、岩木先生、まあ、隣に